ワンちゃん飼ってるんで、ワンちゃんと出かけたりとか散歩したりするの好きです。ほんとおとなしいんで吠えないんですよ。一回も吠えた聞いたことないんですよ、吠えたの。なんでまあいい子っすね、すごい可愛くて。和犬の名前ランキングで調べてたら1位か2位とか出てきて、でチャチャにしました。まあ、犬愛っていうか、まあ、チャチャがめっちゃ可愛いんで、まあ、それで犬がすごい好きになって、まあ、柴犬が結構一番好きなんですけど、結構山梨柴犬多いんで和犬が。だからなんか将来的になんかドッグランとか、まあ、犬のわかんないホテルとか、なんか病院とかなんかそういう施設とかもなんかやりたいなっての思ってるんで、もともと好きだったんですけど、飼ってからやっぱなんか自分の娘みたいに扱うようになって、なんかもっとなんか好きになりました犬が。あれ結構やりますね。なんか結構暇あったらなんか犬のグッズとか調べて、これ可愛いかなみたいなの結構やってるんで、それでなんかやってみて試してみて、よかったらちょっといいなみたいな、リピートするみたいなのは結構やってます。なんか一応ちょっと幼稚園は少しなんか散歩が散歩楽しくやってもらいたいなと思って、なんか幼稚園にちょっと通わせてて、でなんか1週間預けて2週間戻ってきてみたいなのを結構半年ぐらいやってて、でまあもともといいことすごいいい子だったんですけど、それ言ってさらになんか楽になったってあれですけど、なんかすごい楽しく散歩、初めあんま散歩好きじゃなかったんですけど、すごい今は楽しく散歩できてるんで、なんかそういうのも一つなのかなみたいなのと、あ、会えないです、預けてるんで、泊まりで預けて、でまた預かっての繰り返し。めっちゃ可愛いですね、会った時は。多分飼い主さんとかの思ってることとか伝えたいことって結構言葉分かってるか分かんないですけど、ワンちゃんに伝わると思ってるんで、僕は結構毎日なんか会話できないけどコミュニケーション取って話して、なんか表情とか見て、なんか今どう思ってるかなとか、これしたらなんか今嫌なこと、いやなんかなんていうの、今嫌だったかなとか結構考えてやってるんで、なんか毎日そういうコミュニケーション取るのはなんか信頼関係とか築く上で、まあ、人ともそうですけど大事かなと思います。そうですね、まあ、新しい選手が入ったことで本当にいろんな刺激あったりとか、まあ、ポジション争いもさらに、まあ、激化してきて、まあ、一人一人の自覚っていうところで練習の強度も上がりましたし、まあ、雰囲気もいい状態ではいるので、それを本当に結果につなげるっていうのが一番大事だと思うので、そのために毎日みんないいトレーニングできてると思います。なかなか経験できる大会ではないので、まあ、本当に J2、J1 関係なく上を目指してやっていきたいですし、まあ、もちろんリーグ戦も大事ですけど、まあ、本当に同じぐらい ACL も大事だと思うんで、まあ、しっかりいい結果を残せるように、またその ACL の結果がリーグ戦にも反映すると思うんで、まあ、勝ち続けていけるようなチームになっていければいいと思います。まあ、身体能力がまあ持ち味ではあると思うんで、まあ、スピードで走力で負けないとか、また1対1抜かれないとか、シュート打たれないとか、まあ、最後の、まあ、ディフェンダーとしての、まあ、最後の取り出じゃないですけど、まあ、自分が体張って、まあ、チームを守るっていうのが自分の良さであると思ってます。真面目ですごい住みやすいですし、フルーツも美味しいし、もう僕桃めっちゃ好きなんで、硬い桃ですね。なんかリンゴぐらい硬くてもシャキシャキしてるぐらいが僕好きなんで、ジュクジュクなんか甘いよりちょっと酸味 青っぽいの方が好きなんですよ。硬いのかな、まあ、ちょっと最近結果が出てないですけど、まあ、本当に、まあ、新しい選手も入ってさらにチームとして、まあ、レベルアップしてきてると思うんで、まあ、それをしっかり、まあ、結果で出せるように選手たちは頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。ボールの真下に、まあ自分の頭のここを常にボールの真下についていって、正面で捉えたらまっすぐボールが上に上がるんで、常にボールの真下に入るように意識して頑張ってください。しりとりしようぜ。いいよ。リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パルシステム。なんだよパルシステムって。え、うちに来てる生協の宅配だよ。すんごいうまいんだぜパルシステム。